この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたします。ボートレースから始まりました。いやレッツスタディやるやん岡村さんのやつ。さあということで先週に引き続き長島のバーということで山田さんのお店を借りてやっておりますムーでございます。システムだけ紹介しとこう、ショットバーです、チャージ700円のドリンク700円、メール会計なんで。さすが、さすがでございます。さあということで先週に引き続き、ゲストは野添さんと山崎智也さん、よろしくお願いします。本日長島のバーに来店したお客様は元ボートレーサーの野添隆博さんと山崎智也さん。仲のいい2人の現役時代の思い出話を聞かせてもらいましょう。どうなんですか、先週に引き続きってもう1本目終わりましたけど、ちょっと落ち着いてきたんじゃないですか。何がですか。トークは結構もうカメラも慣れてきて、芝居だろうか。つい直前までは全開だったんですよ。全開でしょ。あの休憩入りますって言った瞬間になんかもうめちゃめちゃ喋ってましたけどね。カメラ回った瞬間なんかもう何喋ってるか分かれへん。まあまあ言うやん。ひどいな、何この子。ひどいわ。何この子。新さん、新さんに文句言うとく。文句言うとあの子違う。いやもう田中さんお気に入りなんでそれ。いやでもこのバーの感じでやってますけども、いや昔のボートレースの話もさっきしましたけどね、プロペラの話、やっぱ先輩たちもきつかったし、まあそうだよね、個性が強かったですよね皆さん。一番腹立ったことって何なんですか。もう名前は言わなくていいんで、一番腹立ったこと。自分のことを言われるのはいいけど、自分の親のことを言われるのが一番腹立ったんですよね。そういうのはやっぱ多々あったんで。マジっすか。え、トモヤさんはない。なんなん。うわ、汚ね。何にもない。汚いね。守りに行った。汚いね、今の。汚い。あるでしょ。神にも。神の言葉です。先輩の言葉は。先輩の言葉は神の言葉。ちょっと待って。ちょっと待って、お前。神の言葉です。先輩の言葉は。ちょっと待って。ちょっと待って、お前。野添さんだけ裏切られました。完全に裏切られました。住之江で走ることも多かったと思うんですけど、やっぱ住之江って声援すごいじゃないですか、はい、もう喜びの声援もあれば、ちょっと悔しい声援もあり、一番言われた、えって思った声援なんですか。蒲郡の記念で初日ロクロク行った時に、蒲郡、あの宿舎まで歩いて帰るじゃないですか、お前明日は頑張れよみたいなのをちっちゃい子供に言われたんですよ。こっちは頑張ってロクロクやってみたいな。呼び捨てでちっちゃい子供に。いや野添さんとかやっぱ住之江多かったら近いですしね。あそこ声援はいっぱいあるけど印象のことはないね。あの新王座の時に、新一郎とガシャーンと住之江、まあ、最初で最後の新王座やってくれたんですけど、その時に瓶が飛んできたのを覚えてますね。やっぱりね、一本かぶりの1番人気2番人気でね、不良行反則失格全覆ですからね。はい、すげえ。え、トメさんはないですか、投げられたことは。ヒロマさんの家に苦情の電話が来たっていうのは。ヒロマさん、え、どういうことですかそれ。師匠の家に。なんでなんでですか。多分桐生の新鋭線の1号艇で逃げれんくて、何やってんねんみたいな。お、ヒロマさんに電話するんですか。ヒロマさんの家にファンの人が苦情の電話入れて。いやだって電話帳で昔なんか調べたら、広町さんなんか多分名前が少ないから、山崎は調べたけどいっぱいあるからこれは無理やっつって広町。当時トムヤ桐生の深夜多分一等以外取ったのほぼ記憶にないぐらいだったもん。もうペレ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 っていうのが当たり前やったから。今だからこそ話せるエピソード、応援は節度を持って行いましょう。やっぱ地元は負けれない気持ちありました。まあ若い時はね。いつからそう落ち着くんですか。どれくらいなんですかね。30代半ばぐらい、30代入ったぐらい。
そうですね、30は過ぎてですね。やろう、なんか30過ぎたら、うん、なんか周りが見えてくるっていうか。へえ、まあ、新衛星オラビディも27年未満やったから、はいはいはい、そこで一旦卒業するじゃないですか、はい、違うステージに行くでしょ、はい、ほんならやっぱりそういう空気感になってくるから自分もそこにやっぱり馴染んでいくんじゃない。あ、うん、なんかガツガツガシガシしてるんじゃなくて、うんうんうん、結構バランスも、まあ、ちょっと 違う意味で、まあ、とりあえず結果は冷静出せばいいやんみたいになるんですか。まあそうやね。だって絶対昔のピットの方がさ、わしゃわしゃ言うてそうやん。そうですかね、うん、絶対に今んとピットと空気感が違うのは確かやね。あ、うん、やっぱり、うん、変わってきました。やっぱりその空気感は年々、うーん、多分変わってると思います。昔とは全然違うと思います。やっぱその辺は自分がベテランになっていくのもそうですけど、若手の皆さんもちょっとやっぱ元首都大和でだいぶ変わったんですかね。違うと思うね、そこは違うと思う、うん、違う。元巣の話だけ聞くと恐ろしいとこやなっていう印象しかないですね約20年前まで存在していた元巣研修所、数々のエピソードが今なお語り継がれる伝説のボートレーサー養成所なのです。帰ろうと思ったことあるんですか。何回もありますよ。何回も何回もありますよ。もう帰りたい、もう帰りたいって。どう、何が止めてくれたんですか。でも高校中退していったんで、うん、もう帰ったらもうやれること何もないと思ったから、もうしがみつくしかない。もう絶対卒業してやろうっていう気持ちはめっちゃあったってことですよ。野添さんどうなんですか。一緒一緒、僕も高校中退なんで、でやっぱりそういう思いはあったよね、うん、寂しくなるよ。でもあっこは本当に、いや僕行ったことあるんですよ。 あの元巣の元の感じを見に行ったことあるんですけど、えぐいとこですよね。なんもないやん。だって普通の湖よ、うん、そうですよね。そうそうそう、ほんまにモンキーターンの情報やけど凍ってたんですか。凍る、プリ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 って凍るよ。だって朝まず転校するのに、まあまあ運動場みたいなとこ集まんねんけど、はい、こける時もあるもんな、下凍ってるから、まあ、氷点下は当たり前やから、ぬくいなって言ってパッと決めたら氷点下3度かとか、もう感覚がおかしいから。群馬も寒いじゃないですか、うん、全然ですか。日にならんですか。日にならん。その正月休み帰ったらもう戻りたくないなと思う人が多いわけじゃないですか。いてるいてるいてる。そうはならんかったんですか。いや戻りたくないですけど。戻りたくないけどもうしょうがない。戻るざるを得ない。卒業式一発目何したんですか。食った、いっぱいご飯を。甘いもの、僕らあのお菓子気にしてたんですよ、はいはいはい、ジュースも気にしてたんですよ、はい、僕らの気だけね。後輩たち先輩も食べてて、僕らの気だけでもお菓子ジュース禁止やったから、もうそこが欲しくて欲しくて、もうお菓子食べてた最高でした。もう最高やったね忘れません。何食べたんですか。多分チョコレートやったんちゃうかな。あ、まずチョコが欲しいですかやっぱ。69期が強豪レーサー揃いなのは甘いもの禁止でストイックな生活を送っていたから。管理されないだけでもストレスフリーですね。あ、それはある。だってカメラ追ってましたもん僕ら。え、こうね目で追うんですよ。至る所にも元巣研修カメラがあるから、はいはい、で僕当時まだ僕が選手出て4年目ぐらいまで南で居酒屋家族で経営したんで、はい、冬休みに全員で貸し切りで一応集まって、うちの親父が大丈夫かってもう心配になるぐらい、何かをこう探してるっていうのをみんなが怯えてるじゃないけど。ああ、もうその癖になってて。そう、そんなに怯えるんですか。もうね、もうあれビビるよなカメラ。ズームの音でビビるから。あ、こっち向いてる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 、ズーム、ズーム。やばいで、やばいやばい、あかんで、あかんで。で、こういうのが。いや、でもズームでも何もしてなかったら、そのやばいでってならんじゃないですか。いやいやいや、もうだからこっちを見られてるから、ちゃんとせなあかん。やばいで、見てるでっていう。そういうことなんや、怖っ。それありました、やっぱ。やばいで、やばいでって。その監視カメラが動いてるのは、むっちゃみんな気にしてます。あ、はい、監視カメラ動いてます、みたいな感じで。はい、こっち見てます、みたいな。全然違う、ヤマトは。ヤマトもカメラはあちこちにあったんで、はい、感覚は分かります。あ、カメラ来ましたみたいな。ただ多分動いてんの分からんぐらいのカメラやった。だから性能ようなってるねもうだから時代とともにそりゃそう。だからこっちは音してるけど、はい、もう音もせんかった。平成初期やからねヤマトのカメラは多分カメラから喋れるかなんかで、えー、
なんか言われんの？居眠ってたりしたら起きろみたいなありましたね。あ、すごいっすね。よう寝れるんですか？あの宿舎は。あ、訓練所で？訓練所は。だって朝が5時？5時50分。夜は10時消灯。よう寝れてますね。めっちゃ寝れますよ。めっちゃ寝れるんですか？もう慣れてくるんですか？もう寝る。寝るしかないもん。寝ることと食うことともうねしかないから。はい。なんか音楽流れんね、また寂しい音楽が5分ぐらい音楽などもや。朝ですか？鳥のさえずりから。それは朝やんか。であの、あ、夜ね。夜もうたーらーって流れてる。ああ。それが終わる前にだってもう落ちてるね。朝はそのピヨピヨピヨってこのさえずり。あ、もうあれでガムきた。うそやもう始まったみたいな。マジっすか？すげえなー。忘れられんぐらい強烈やって。強烈やって。本当そう。すごいな。絶対無理やな俺ら。俺たち逃げるね。でももう元さん逃げられへんもん。うん、ね。逃げられへん。めっちゃ山ん中よ。逃げる人とかいなかったんですか？逃げようと思う気になられへんやな。どこまで行ったら逃げれんやろって。そらもうみんなね頑張ってますよ。そらもう、これはもう。そんだけやってたらもでも言うたらね、1年でプロになる世界ってなかなかないんで、ね、いやそれだけやっぱ厳しいことしないと命かかった商売ですから、うん、それはやらないとプロレーサーにはなれないってことですよね。そう人のそうですそうです。もう皆さんの100円から買える船券の対象なわけですから。 すごい。いやでも本当にこの企画楽しくやらせていただきましたけど、よかったですか？いや最高ですね。あ、ほんまですか？あ、ビール飲みますか？ちょっと待ってくださいこれまた第2回もじゃあやろうか。山達ぜひ本当にまた次回もぜひお越しいただきたいと思います、はい、山達大丈夫やった？店のアピールは。はい、大丈夫です。また直接来てもらうのが一番伝わるかな、うん、そうやな、はい、だからもうファンの皆さんはここに来たら会えるかもしれませんよっていうことやね、はい、そうです。野添さんはいるかもしれません、はい、ということでお二人本当にありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。ということで今週はこの辺でした。また来週飲みましょうか。次回のボートの時間は夏のオール大阪、大阪ダービー第39回石化戦競争の注目ポイントを紹介します。お楽しみに。ボートレース住之江では現在日刊スポーツ伊達争奪第56回周期杯競争が開催中。またボートレース丸亀では8月2日からプレミアム G1 第36回レディースチャンピオンが開催されます。大阪支部からはご覧のレーサーが出場。そしてボートの時間視聴者参加イベントを開催。番組ナビゲーターやスペシャルゲストが登場。応募は番組ホームページをチェック。新キャッシュレスサービスジャンピーカードプラスを7月30日から運用開始。ボートレース住之江内における勝ち船投票券の購入払い戻しや入場ゲートの支払いにも対応している大変便利な新しいサービス。ポイントサービスや現金キャッシュバック、素敵な商品との交換が可能。ご入会された方には200ポイントをプレゼント。番組 SNS も好評稼働中。フォローして最新情報をチェックしよう。ボートレース住之江から視聴者プレゼントのお知らせ。クオカードを10名様に、ペア有料席ご招待券を10組20名様にプレゼント。番組ホームページもしくはハガキでご応募ください。この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたしました。